それではアレックス・レンファーナさんに司会していただきます。どうぞ。皆さん、ご参加いただきありがとうございます。呼んでいただき光栄です。公平性が中心にないといけないというテーマでパネルディスカッションを始めます。ニモ・バッシさんに来ていただいております。ホーム・マザー・アースのリーダーをされています。彼は詩を書いてもいらっしゃいます。本も何冊も出版されています。コンチネントという本を書かれていて、私はその本が大好きです。私にとってはヒーローですから、お話しいただけることが本当に嬉しいです。それからスワヌーラマンさんにも来ていただいています。ユースフォークライメートチェンジのリーダーをされています。バングラデシュの方です。若い世代に対してとても大きな意味のある活動をされています。バングラデシュにおいてソリューションが今話されているものが本物のソリューションであるべきだという話をしていただきます。そして最後にテレサ・アンダーソンさんにお話しいただきます。アクションエイドのコーディネーターをされていて、農業に関するテーマでお話しいただきます。アクションエイドは公平性が気候対策の中心にあるべきだという話で、とても素晴らしい活動をされています。それではまずご質問させてください。皆様の活動と公平性との関係について、公平とは何を意味しますか？アレックス、ありがとうございます。350の皆さん、このような素晴らしい集会を重要な時に開催していただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。このセッションの枠組みも素晴らしくいいタイミングだと思います。では、その先ほどのご質問なんですが、私にとって正義とは何かということなんですけれども、これは2つのレベルで回答でお答えできると思います。まずこの地政学のこの気候に関するいろんな交渉ですね、まあ、私もこの分野で仕事をしてますし、そういった方も他にもいらっしゃるでしょう。こうやって汚染をしている人たち、そういった人たちが環境問題を作り出している。なのにそういった人たちが利益を恩恵を得ているということで、そういった人たちがこの環境問題を解決するためにそういう責任になっています。それを公平なやり方でするべきです。そしてこの国、そして地域社会でこういった環境問題の原因を作っていない、一番作っていない人たちというのが実際にはこの環境問題の影響を一番海面上昇、そういった影響を受けています。ですからそういった人たちにはサポートが必要です。そしてこういった不公平な負荷を取りやめなければいけません。ですから誰がこの責任を担うのか、こういった環境問題を解決するべき人は誰なのかということを、この国連の環境に関するこの交渉でも見ているわけです。いろいろ膠着状態がありました。この正義、そして自制の中でどういう意味なのかというのが、それがこの正義という意味です。そしてもう一つ、この社会的正義にも目を向けなければいけません。この環境行動を起こす際にそういったことを考える必要があります。いろんな計算をしています。地球温暖化ガス、炭素量、そして影響が出ている森林、そして白クマどれだけいるのか、そういったことも見ていますけれども、実際にはどういう
方策でどういう影響が人にあるのかということを見なければいけません。この環境問題に対していろんなプロジェクト、プログラムが方策ができたときには、実際にどういったことをやるのか、人にどういう影響があるのか、実際の生活、それから食料安全、そういったものにどういう影響があるのか、そしてその方策によって、ある一定のジェンダーが除外されるとか、そういったことがあるのかどうか、これによってその悪化、病業が悪化するようでは困ります。そしてこういった質問に答えられていない解決策というのがたくさんあると思います。ですからこの気候正義を中心に置く必要があります。こういった人たちというのは、この方策を実際に実行するときにどういうがあって、どういったメリットがあってっていうことをちゃんと説明してもらう、そういった人たちに説明しなければいけません。そして害を被るようであればノーと言える環境が必要です。私はこのバングラディッシュでこの環境活動をしています。この気候正義のための運動をしています。この正義なしで気候解決策をなすことはできません。実現することはできません。この炭素を天然ガスに変えるような技術であったとしても、正義がそこになければ実現は不可能です。そしてこの再エネへの移行を推し進めなければいけません。政府は人々に入ってもらって意思決定プロセスを透明性のある形で進める必要があります。そして現在、そして未来にのために戦うということが、それをしなければできなくなってしまいます。国家の政府、そしてグローバルコミュニティというのは約束を果たす必要があります。そしてそういったことができなければ、ただ空っぽの言葉に過ぎません。この気候危機というのはこのまま続いていて、この問題をの原因になっていない人たちに一番負荷がかかっています。ですからバングラデシュの人々というのにとってこれ気候問題は現実です。そしてさまざまなサイクロンが発生し、そして記録的な豪雨、そして海面上昇も見られています。ですから毎日こういったこの偽物の解決策、いろんなものを見ていきます。そしてこの気候変動によって住宅が崩壊したり、そういった状況を目の当たりにしています。ですからこの気候変動に関してはバングラデシュのように国全体で取り組む必要があります。そして技術の移行が必要です。テリーサさん、ソハンヌさん、ありがとうございます。この、どういった影響が出ているのかということで、皆さんも熱意を持ってこの問題に取り組んでいらっしゃることが分かりました。私がしていることというのは基本的に全て正義に基づいています。環境、機能、気候、食料、そして知識を共有するということにおいても全てが公正に基づくものです。そして気候変動、気候行動ということになりますと、まずは基本に戻る必要があります。問題はまずどこから来たのか、そして誰がその責任を取る必要があるのかということになります。その問題の根本原因が分かれば、ソリューションを考えることができます。この解決策がこの犠牲者によって実行されるのであれば、この問題を起こしていない、原因になっていないにもかかわらず、こういった人たちが、犠牲者が解決するということであれば、それは公平ではありません。この多国間でこういった問題をまず認識する必要があります。もともとの
問題に対して、そしてパリ協定に関してもまだあまり進捗が見られていませんが、そういったことに全員が取り組む必要があります。まずこの気候変行動を起こすにはさまざまな危機がありますから、一つの危機だけではなくて、この気候変動だけではなくて他の危機にも目を向ける必要があります。一つしか目を向けないと全体像が分からなくなって、正しい解決策を講じることができません。経済的、政治的、さまざまな危機、そして不正、不公正があります。それから、この今のこの世界の分断というのがあります。グローバルサウスもあります。グローバルサウスというのは原材料を提供して、それが結局廃棄されて特定の地域で捨てられると、そしてそういった地域の人たちがこの気候行動を犯さなければいけないという結果になっています。ですからこのサイクルをちゃんと維持しなければいけません。この人こういった自然を破壊につながっているものというのは不正でしかありません。で、大事なのは、これ私もすごくいつも腹が立つんですけれども、この炭素の奴隷に人が ならされているという点です。これはどういうことかといいますと、この炭素の排出質量を下げるために、そのこの木、こういった自然を見張っていると言われているわけです。そうするとこの尊厳のある生活、そういったものも全て失われてしまいます。ですから尊敬の念を示さなければいけません。ありがとうございます。こういった皆さんの答えというのはすごくパワフルな内容だったと思います。気候に関する問題というのはいろんなことにつながっています。この経済制度、それから資本主義、そういったものによってこういった危機が生まれています。で、今見ているのはこういった解決策というのは根本的なものでなければありません。つまりこの問題の根本原因を見て、そしてその中に構造的なもの何かがあるのかどうかを見るということですね。その一つ一つのこの兆候だけを見るのではいけません。個別にそれぞれの症状を見てしまうと、偽物のソリューションが打ち出されてしまうという問題があると思います。それでは皆様の活動の中で偽物のソリューションの例をお話しいただけますでしょうか。そのストーリーをお話しいただけたらと思います。そのご質問ありがとうございます。私は政府関係でもこんな偽のソリューションの例がたくさんありますね。私が先ほど申し上げてたことの続きになります。私は食料問題の、そして化石燃料の問題の構造的な問題に関して活動をしています。このパイプラインの初めの部分から見ていかなければならないと私は感じています。この2つの分野を見るだけでもいろいろな例が挙げられます。本当のアクションをブロックしてしまっている偽のソリューション、気候の農業ということです。スマートソリューション、スマート農業と言われていますけれど、テレサさんの方がこちらは詳しいと思いますが、私が思うことをお話しさせてください。気候スマートという話をすると、遺伝子操作の穀物の話になりますよね。例えば気候の激しい状況にも耐えられるような穀物ということで、表面的にはいい考えだと思ってしまいます。ですがこういったソリューションというのは
技術に頼りすぎて、技術が宗教のようになってしまっていると思います。気候スマートというのは文化スマートでなければありません。先住民に対してもスマートである必要があります。人の生活、食料というものは研究所ではありません。実験室ではありません。自然のものです。サステイナブルなアクションというものは、何を自分たちが育てているのか、何を持っているのかということを見ていく必要があります。輸入品に頼っていては持続可能ではありません。頼ってしまうという意味で、船で送られてくる植民者に頼るという植民地時代と同じになってしまいます。遺伝子操作の穀物ということを考えるときに、気候に耐えられるという話がよくされますね。アフリカ大陸の場合は、例えば安全性ということを無視してしまっています。誰かが何かを製造できるのではないかというような、それで問題が解決するのではないかというような神話になってしまっています。反対運動も多く起きています。本当のアクションというのは、化石燃料を地に埋めておくことです。これには何のソリューションも必要ありません。技術も何も必要ありません。20年以上を化石燃料をゴニュランドでは地下に埋めておくという成功例があります。1993年から抽出が止まっています。それからコスタリカでも沖合石油の掘削というもの、ノルウェーでもこういった事業に対する反対運動が続いています。気候アクションというのは、私にとって偽物であるものがいくつもあります。パイプラインの始めを見ていないところです。 CO2 の分子だけを考えているソリューションというのは、私にとっては全て偽物のソリューションです。ニミスモさんがすでに GMO の話などをしていただきましたけれど、スマート農業の話、気候回復力を持つ穀物というような話をしていただきました。農業でどのような回復力を持つようなものを作れるかという話を私もしますね。バングラデシュでは気候行動計画というものが出されています。政策がいくつも出されています。そしてデルタプランという三角数のプランもございます。市民、女性、若い人、子どもが参加する必要があると思います。これは欠かせない点です。地域の人が参加をしないと、この計画自体は偽物のソリューションになると思います。問題がさらに増えるということにもなりえません、なりかねません。このデルタプランというのは、実はオランダの専門家に完全に頼ってしまっています。オランダもバングラデシュも三角州の国ではありますけれど、別々違うんですね。オランダをそのままソリューション、オランダのものを使ってもバングラデシュでは機能しないわけです。地元の先住民の知識を使わずにこのような対策を取っても問題は増える一方です。これが嘘のソリューションということになります。それからバングラデシュでは信託ファンドというような
計画もされていますが、これは追加的な開発事業、例えば公園などへの投資をするだけなんですね。これはソリューションではないんです。飲料水の危機がバングラデシュにはあります。そして農家がどのように適応していくべきかという問題もありますが、そういったところへは投資がされていません。環境アセスメントも政府はやっていますけれど、きちんとできていない状態です。このような単純なソリューションでは問題が増える一方です。私は一つ日産のソリューションの大きな例があります。現在流行っているネットゼロという気候目標ですね。政府や大企業がよく言っていますよね。カナダ、ニュージーランド、フランス、スウェーデンなどがネットゼロ目標というものを掲げています。これを耳にすると素晴らしいというようにパリ協定に沿っているというふうに感じることも多いでしょう。シェル、BP、ネスレ、カンタス、マイクロソフト、鉄鋼の産業までもが2050年までのネットゼロという話をしています。これは特にイギリス政府が喜んでいます。 COP26 の開催国ですから、ネットゼロというのはただ本当は聞こえがいいだけなんですね。これは悲しいことに、実は聞こえがいいだけで緊急性を遅らせているだけなんですね。2050年まで遅らせてしまおうという話だけなんです。環境保護のを考慮しているふりをして、通常通りでそのまま続けようというだけに過ぎません。まだ存在していない高技術に頼ってしまっています。これは大規模には機能しないような技術に過ぎません。それから植林についても大規模な話をしていますが、これは不可能な話です。ネットゼロという、このネットという時に本当に環境に配慮しているかというと、これは絶対にゼロとするというわけではないんですね。環境保護をしているだけに過ぎないんです。政府や企業というのがいろんなことをしなければいけないということは分かっています。で、そういった人たち、結局この炭素をずっと排出し続けて、で今後どっかのタイミングでこういった炭素を吸収する技術ができるんじゃないかと思っているだけなんです。ですから、この植林によってこの炭素を回収できるんじゃないかと。そしてそういった技術もありますけれども、というのはこの炭素回収貯蔵技術というのは本当に馬鹿げたものなんです。もうこれまでに何十億もお金が投入できされているのに、まだ商業化されていない、実際に使えるようになっていないわけです。で、実際にこの植林をして、もっとさらに大気中の炭素を回収しようとすると、まあ、こういった、まあ、BECCS と呼ばれる技術もあります。このバイオエネルギーを活用したものですけれども、それが機能するとなると、その土地の奪い合いになりますし、それが機能しないと目標を達成できないということになります。ですから、こういった想像上の解決策に頼っているというのを馬鹿げたことなんです。ですから、この気候に関する戦略としてこういったものを使うというのは良くないわけです。政府や企業が立てている計画というのは2050年を目標にしていますけれども、努力が足りないと思いますし、遅すぎます。そしてこういったこの変革的な
技術につながるものではありません。ですから、こういった根本的な変革をしなければ、そして温暖化ガスを大幅に削減しなければ、今穀物のを育てるために使っている土地 の半分をその炭素を回収するために必要になってきます。そして、このこういった目標、炭素削減目標を達成することができません。そして、グローバルサウスの方への影響もあります。もうすでにこの天候気候変動による影響を受けているのにもかかわらず、土地も奪われる被害もあります。ですから、こういった問題の深刻さというのはどんどん広がっていっています。この森林破壊、そして全体格差、いろんなものにつながっていくわけです。そして、この問題を原因作っていないにもかかわらず、こういった影響を引き合わせがグローバルサウスの方々に言っているわけです。ですから、真の行動が必要です。アレックスさんが言われたように、この根本的な改革をする必要があります。エネルギー業界、農業、そしてこういった根本的な緊急性のある対応が必要です。ありがとうございます。そうですね、このやはりこのいろんな問題されている技術に頼っているというところがダメなわけですよね。このスワンヌさん、さっきちょっと接続不良で落ちてしまったようですけれども、戻られたようですね。このテクノロジーによって我々が救われるということがありますけれども、このビル・ゲイツさんも本で、新しい本で言われていますよね。この最先端の技術を使えばこういうことができるというふうに言っています。ただ、今ある技術でさえうまく使えてないわけです。ではですね、この真のソリューションというのはどういうものなんでしょうか。そして、なぜこの正義が鍵となるのでしょうか。では、ここでは皆さん、この質問に答えたいなと思う方から、ぜひご自由に発言なさってください。では、私の方から言いましょうか。スワンヌさん、今戻られたばかりですし、私の方から先に回答しますね。では、このビル・ゲイツさんの先ほどのコメントなんですけれども、本当にジオエンジニアリングにすごく関心が高いようなんですよね。そして、この太陽光をこの大気で跳ね返してというような、素晴らしい、聞こえるような技術に、関心を持たれているということで、億万長者の人というのはこういったことに関しては何でもするんですね。で、実際に真のソリューションはどういうものかという質問なんですが、それに関しては、まずその目標とはどういうものなのか、このネットゼロのターゲットというのはどういうふうに、この実質ではなくて絶対的にゼロにするためにはどうしなければいけないのかということなんですが、このパリ協定の温度上昇 1.5 度未満にするためには何をしなければいけないのか、今汚染をやめなければいけません。すぐに、このエネルギー、農業、住宅建設、そして経済界の中で大規模な変革を起こさなければいけません。それを団結して行うのです。そうでなければそれは起こりえません。この世界でのこの排出量を極力ゼロに近づける必要があります。そしてすでに限られている多様性のあるこの生態系を守らなければいけません。そして政府と企業の目標というのは2050年ではなくて2025年、2030年といったこの近々の目標が必要になるわけです。もっと野心的な目標が必要です。で、こういったものというのはコミュニティのこの変革に関わるこの原則を適用しなければいけないと思います。で、これは農業面で私が関わったものなんですが、他の業界にも適用できると思います。やはりこの産業化された農業からオーガニックモデルの農業に移行しなければいけません。そして家畜
に関してもその工場型ではなくてオーガニックな自然の形にしなければいけません。そしてこの合成窒素肥料を使うとするとこの製造するときにも CO2 が多発しますし、次に土の中に埋めると分解するときに CO2 を生成してしまいます。ただこの自然の肥料を使えばこの土壌も強くなりますし、そしてこの穀物もより強くすることができます。そして土も保水性が高くなります。ですから干ばつが起こる可能性も減ります。そしてこの耕作この穀物を作るだけではなくてこの家畜用の餌もこういった農場で広大な農場で作っています。ですからこの世界の人々に人間用の食物だけではなくて家畜用の餌も育てるとなると非常に広大な土地が必要になります。そしてこの変革というのはこのまあ、いろんな変革を農業界に起こそうとするといろんな抵抗があります。というのは農家の人々というのはすでにもう悪者扱いされていて、この産業化されたモデルを使っているためにそういうふうに言われています。そしてこれをまた変更すると苦しんでいるにもかかわらずさらに負荷が増えるというふうに考えています。ですからこの何を変革するのかではなくて、それだけではなくどういうふうにその変革を行うかということが重要になります。ですからこういったいろんなコミュニティ、エネルギー業界も含めてこういったコミュニティが一緒になってこの変革を起こすということですね。そうすればこのそういった人たちそして自然界にとっても機能するものになります。ですからこの平等を悪化させてはいけません。これを解決する必要があります。そしてそういった人たちに対してはそのトレーニングをしたりサポートをしたりそういったことが必要になります。その農家の人たちに対して、まあ、農家の皆さん、まあ、問題解決を自力でやってくださいというだけでは不十分です。そしてただそれがうまくいけばこの行動に対して抵抗するのではなくてそういった人たちに提唱者になってもらいます。公正な移行そして再建というものはもし破壊的なシステムから別の破壊的なシステムに移行することでは正当なものにはなりません。クリーンエネルギー再エネなど私たちは大好きですけれど新技術によって環境が破壊されては意味がありません。人々の生活が破壊されては真の意味でクリーンとは言えません。そこを私たちは気をつけなければいけないと思うんですね。何に向かって移行しようとしているのか、そしてどのように移行するのかというプロセスの問題があると思います。というのも、グリーンエネルギーの法律が必要な国がたくさんありますけれど、土地が収奪されてしまうということで不利益が生まれているという意味でそういった人たちには全く利点がないというような状況が起きています。多角的な意味で自発的な排出量削減を私はすぐにやめるべきだと思っているんです。国家は自由に排出削減の目標を掲げるべきではありません。国家をもっと意欲的にさせる方法を探す必要があります。それは政治的な枠組みが必要だと思うんですね。国家間での
意思というものが問題としてありますから、汚染者というのは削減を今の状況では避け続けるだけで終わってしまいます。このネットゼロという話、テレサさんが先ほどおっしゃいましたけれど、大企業のほとんどが2050年のネットゼロということを約束していますが、これは何を意味するのでしょうか。想像上のソリューションによって炭素を吸収させるというような未来に頼っていてはいけません。自然というものが単純な算数で計算できるものだというような勘違いをしていると思います。自然はもっと複雑なものです。こういった正義の正当なソリューションというものは炭素オフセットではないんですね。森林を炭素の貯蔵場所と思ってはいけません。木というのはもっと複雑な役に立つエコシステムなんであるんです。木ではなくて、だったら人間を使えばいいじゃないかと思います。人間はいくらでも言います。人間を使えばいいですよね。木を使うのが馬鹿げているのは、炭素が多すぎるからといって人間を使えと言ったら馬鹿げているのと同じことなんです。それから海洋の問題も出てきています。海洋が炭素貯蔵の場所だというような勘違いが起きています。海洋支配がありますけれど、海洋に頼ってしまうと政治の現在のエコシステムに影響が出てしまいます。そうすると海洋陸地両方の人間や他の生物に問題を増やしてしまうことになります。ブルーエコノミーについても昨今多くが語られていますね。これは新しい石油をまた作るというような話なんでしょうか。ブルーエコノミーというと聞こえはいいですけれど、この海の今度は収奪戦争が始まることになってしまいますよね。植民地化ということはもうこの意味で始まっているわけです。また大気に太陽光パネルを設置して太陽放射を管理するというような話もありますよね。こういった収奪奪い合いというものは私は大反対です。私たちが本当に必要なことというものは反政府組織の力が必要です。特に新しいモデルが必要だと言っているわけではないんです。西欧諸国というものはプラスチックを今管理できていません。このバイオデグレードというふうに言っていますけど、こういったものというのはもう何十年もかかる話なんですよね。ですから私たちは環境だけでなく将来を守るようなソリューションを考えなければいけないんです。ソリューションがシンプルにできるというふうに考えられがちです。農業が一番の汚染原因だというふうによく言われていますが、どのような農業の話をしているんでしょうか。それから植民地の農園ということも考える必要があります。農業と自然ということを一緒に考えてしまうということは間違いです。農業全体に罪を問うのは間違っています。人間がもっと謙虚になって自然に耳を傾けることが一番必要です。私たちはまだこの複雑な状況というものを理解できていません。私は何かを直そうというふうに言っているわけではないんです。お互いに助け合えるようなエコシステムというものを私は求めているんです。エコシステムを助けるようなシステムが
必要です。自然に耳を傾けましょう。私たちの母である自然の権利を尊重しましょう。自然が自然のままでいられるようにということを私は願っています。そうやってサステナビリティというものが真の意味で実現できると思うんですね。皆さん、素晴らしいディスカッション、本当にありがとうございました。正義が気候危機の中心にあるということを私はさらに深く理解できたと思います。ドクター・コーナー・ウェストが言っていた言葉があります。正義というのは、公の場における愛ですと言っています。愛が抗議に火をつけると思います。愛によって私たちの惑星エコシステムが救われると思うんです。偽のソリューションではなく本物のソリューションが危機を救います。正義とは何を意味するのか、さらに皆さんご参加された方も深く理解できましたでしょうか。気候アクションのためには正義が必要です。皆さんご参加ありがとうございました。パネリストの皆さんも実りある活気あるディスカッションありがとうございました。グローバルジャストリカバリーガーデリング。